6月の20冊並行読書の20冊のラインナップが終了しましたので、ご紹介したいと思います。まずね、この The Art of 塔の上のラプンツェルっていうね、これは画集なんですけどね。それから新刊のようですね、仕事ができる人の鬼インプットってね。で、あとご存知堀正剛さんの知的生活の設計、それからですね、私の持ってる α7-3 の撮影ガイドっていうのがね、ちゃんと持ってなかったんで読んでみたいなと。で、それからご存知池上さんと佐藤さんの境地の知的細部層60のヒント、から読書する人だけがたどり着ける場所ってことね、斉藤隆さんですね。からね、調べる技術、書く技術ということで、これ何度かね、別の書で読んだことがあるんですけど、まとめて書いてあるということでね、ちょっと気になって、これは今ね、こう平積みになってますね、新刊のようですね。天才科学者はこう考えるという、ちょっと読んでみて面白かったんで見てみました。糖質制限の真実ね、やっぱ知的生活っていうのはね、やっぱ糖質制限ですからなぜそうなのかはまた別にしてですね。ここからですね、ここまでは、量子力学というかね、そういう関係の本なんですけどね、これはすごい物理学、これはちょっと取り組んでいるところですね。まだね、1ヶ月経つのにまだこんだけしか見てないというね。それからそこからつながってね、ご冗談でしょファインマンさんというのはね、これは量子力学を操らせたら右に出るものはないというね、ファインマン物理学のね、ファインマンさんなんですけれども、この方の本をね、ちょっと2冊ほど求めてたので、読んでみようと。で、これはね、物理学の進展ですね。前紹介したかもしれません。目に見える世界は幻想か。もう一遍ね、ちょっと読んでみたかった。で、そこからのつなぎで、世界は揺らぎでできている。これね、先月か先週かな、ちょっと買ったんですね。量子論のすべて、これ非常に平易にわかりやすく書いてある。で、ここからがですね、このアートの歴史ということでね、わかりやすくね、目から鱗のね、美術史ということでね、ちょっと面白そう。はい、これ漫画ですね、この前出ていたダンジョン飯ですね。まだね、ビニールの封がしてあるというね。でね、最高に面白いんですよ。武士の絵日記というね、これ江戸時代の武士のね、方がずっと絵日記書いてるんですが、今の漫画日記みたいなもんなんですけどね、ものすごく面白いんですよ。普通の一般に教科書で書いてあるようなね、江戸時代の身分制によるガチガチの、とは全く違う世界がね、そこに描かれていたんですね。もう身分とか全く関係なしに、みんなで集まって酒飲んでるような、ね、様子とかね、非常に面白いですね。漱石日記はね、久しぶりにちょっと取り出してみましたけれども、もう主にこうロンドンに留学している時のね、様子ですね、書いたものなんですね。知的生活はちょっと私の鉄板なんで、常に取り出して、見ているというようなね、本なんですけどね。この塔の上のラプンツェルなんですけどね、絵を見て楽しむというね、感じでしょうかね。ラプンツェル の制作スタッフが描いた、コンテっていうね、イメージ図ですよね。こんな風に描かれたらこれ撮っていいのかな、ちょっと、紹介的なね、見て描くんですけど、すごくね、なんか絵を描きたいなと思う気持ちにしてくれるようなね、そういう絵なので、ちょっと眺めて、時々出して眺めているところなんですね。こんな風にいろいろやってんだなぁとね、はい、これが一つですね。仕事ができる人の鬼インプットなんですけどね、あなたの無駄なインプットを徹底的に洗い出せとかね、限られた時間で圧倒的な知識を得るインプットとかね、この目次見てるだけでちょっと面白かったんで、買ってきましたね。で、最高のアウトプットにどうつなげるかという、ここが非常に楽しみですね、読むとね。で、このね、天才科学者はこう考えるというね、これ最後の最後に本をレジに持っていくときにね、実は何度か出会ったんですよ、この方にね。物理学のコーナーでも出会い、それからね、また別のコーナーでも出会い、で、最後の最後、レジの近くにあってね、もう3回出会ったんなら買わないかんだろうというような感じでね。例えば、クラウド上で一貫性を保つにはどうすればいいかとかね、ただほど高いものはないとか、要するに生きている生活のですね、様々な、悩みだとか、
疑問とかいうものを、まあ、それぞれの見地ですね、天才科学者みたいなね、方々が、それらの専門的な見地から答えているというね、そういうような、人は60秒も集中できないですね、科学的思考の重要性で、非常に面白いですね。名前がつくと分かった気になるとかね、これ名付けのコピーとかね、はい、こういうような感じで、ちょっと面白いなということでね、買ってみましたね。斉藤隆さんの、まあ、読書する人だけがたどり着ける場所ということで、まあ、気になったんですね。今こそ本を読むべきだと。なんで今こそなんだとかね。まあ、そりゃそうだろうとか思うんですけれども、まあ、なぜ今本を読むのかとかね。読書する人だけ、たちだけがたどり着ける深さ。要するにネットじゃなくてね。ネットじゃなくて、紙の本を読む人だけがたどり着く深さとかね。まあそういうようなね、ことを。それから面白いのは思考力を深める読み方と。知識を深める読み方。人格を深める読み方。人生を深める読み方。難しい本の読み方、この難しい本の読み方っていうのは、そこが気になります。あえて本を選ぼうっていうところですね。まあ、そういうのがあったもんで、まあ、ちょっと付け加えて買ってみましたね。佐藤勝さんの調べる技術、書く技術なんですけどね。ということで、誰でも本物の教養が身につく知的アウトプットの極意ということで、いや、アウトプットっていうのは、ね、やっぱ非常に今大事にちょっと思ってますのでね、ここの調べる技術、書く技術ということで、やっぱいかに書くかということがね、やっぱすごく大事じゃないですか。で、この方はね、毎月平均2冊のペースで本を出してるとかね、いやー、ちょっとね、もう驚きますね。多い月で500冊以上の本に目を通すとかね。まあ、そのようなのを、この人、まあ、知の神様ですのでね、この方はね、やっぱもう圧巻なんですけど、まあ、それもね、少しでもね、あやかりたいと思ってね、知的アウトプットの作法とかね、まあ、非常に、からインプットね、いかにこう、良いアウトプットをするために良いインプットをするというね、あると思いますが、まあ、そういう、か新聞の読み方ね、新聞の読み方はね、すごくね、私もね、そういうことを書いてある本を読むのが好きなんですよね。はい、ということでね、それをいかに今度アウトプットするかということでね、楽しみですね、これね、読むのがね。はい、武士の絵日記なんですけどね、もう、ありとあらゆるページに、こう、絵が述べられてるんですが、私がよくいつもやる、あのね、折り返しの折り目の入れ方でね、どこが気になったかということが分かる折り目の入れ方なんですよね。はい、これね、見てください。これどの、もうね、この書いてある挿絵がね、素晴らしいんですよ。で、当時のね、まあ、普通の人の、まあ、武士とは言ってもね、あの下級武士なんですけどね、下級武士って言ってもこの方確か中級の武士からね、落とされてるんですよ。なんか不始末をした、でそんな大した不始末じゃないんですけどね。で当時こう落とされるっていうことはね、ただの降格じゃなくて身分自体が落とされるわけですから、未来永劫お前のところの、ね、子供もずっとそうだぞみたいな宣告と一緒ですよね。まあそんな中にあってひょうひょうとして生きてるんですよね。まあ、こういうふうに知的な表出、アウトプット、知的な生活ができる人間というのは、そういう、ね、あの目にあったって大したことないんだろうなというふうにね、やっぱ思うんですけれどもね。いかにね、あの当時の人が暮らしてるかっていうね、うん、また非常にね、今考えると豊かですよね。そういう豊かさがね、ね、あの、現れている。これ改めてまた読んでみようかなという気に、ね、なったんです。久井涼子さんのダンジョン飯ですね。もうこの方の発想が僕は好きでね、もうずっとこの本をね追いかけて読んでるんですけどね、要はダンジョンに入っていく勇者たちは何食ってんのかというね、驚きのね、この人答えがあるんですけどね中でモンスター捕まえてね、レシピがあって上手に料理して食うんですよね。でファイターのね中心になる、まあ、主人公的なね人間なんかね、モンスター見るたびうまそうとか言うんですよね。はい、というところでね、この9巻が出てたんで、買ってきました。はい、これで、なんですけど、ここから、まあ、次の書評動画になるものが生まれてきたらいいかなというふうに思っています。はい、6月の20冊並行読書ラインアップでした。Thank you.